ことね、まほ、私たちはチェホでーす。ということで本日の企画は、はい、まほさん知りませんよね。はい、何も知りません何、日常生活に K-POP の振り付けどっちがうまく取り入れられるか対決。イエーイ。何ですかそれは。日常生活の中に K-POP ダンスをどっちがうまく取り入れられたか、まほさんに判断してもらいたいと思います。審査員って言うんですね。はい、でもう撮影して編集とかもしたんで、事前に K-POP ダンスを取り入れられてるか審査してもらいたいと思います。わかりました。最初はグー、方が先に見せるんですよ。 OKOK、 最初はグーじゃんけんぽい。うち先に見せる。はるかからだ。え、どっちが K-POP、 どっちが K-POP っぽく。それでははるかさんから見ていきます。何いや無理でしょこれ。あ、でもすごいね、結構入れられるもん。いや顔がうざいんだよ。はい、ということでこの3つで。おお、結構私的にはこれが印象的でした。これ足をこしょう、このタイミングもだけ結局何回か撮り直したよ。バカじゃん。治ったんか。あー全然効果ねー。いやドライヤー使え。ドライヤー使え。以上でーす。え、待って待って、むずいな。なんかあっという間だった。すぐ終わっちゃったから、ちょっと頭の中ちょっと整理するね。普段アイロンをしてる姿はあんまり見たことがないので、なんかちょっと違和感があったなと思ったけど、ズンってきたので、まさかの展開でした。それ何、一個ずつ説明すんのそれ。分かんない。どっちもまあ正直は無理があるなとは思ったんですけど、ボーミーズラブのこの入りの感じが結構思うだから頭に印象に残ってますね。よっしゃ、自信あったんだけどな。結構決まったの。決まってあります。おー、背中届くんですか。背中届くんしますか。みんなもどっちが良かったかコメントしてね。あー、どうしようかな。うわっ、うわぁ、なんかはるかの方が自然だった気がした。マジ、うん、本当にこの大会に命かけてたんで嬉しいです。いや、さっきより撮影終わったけどね。はい、ということでみんなもよかったらぜひ日常生活で K-POP 取り入れて楽しい生活を送ってください。はい、あとこういうのでこれ入れたらいいんじゃないっていうのがあったらコメント欄で教えてほしい。ああ、ね、チェコに言っとくね。確かに。第2弾。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上チェコでした。バイバーイ。